客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。ほう、こりゃお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおされ。ん、悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドアンドの大サービスや。行くでー。Thank you.
フトを味わえや。やるヤンキー。ゾリャー。おれ。待て。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろまこと。誠、ええから逃げろ。何なの、店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。はい。ああ、何何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 何なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もんやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。うっ。
余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。追いついたで。なんやわら、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、この辺ぶっ殺したれや。その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。酒井、しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。クソ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。おい。厄介なことになったで。
なの。ほな行くぜ。もう行ったの？なんで急にこんなことに。話し合うぜ。まず、どうしたの？ちょっと待っとれ。自分の身を心配せえ。ないから後ろにおれ。うん、分かった。こっちやで。見つけたで。面倒なやっちゃな。その女よこせよ。ええ加減観念せえ。おとなしく女渡せんかい。
け。こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし行くで。じゃあがん、こっちや。階段降りるで。え、階段、ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで。おい、あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。何も言えん。なんであの女狙うとる。お前、そんなことも知らんと。 あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。
とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。